はい。CubeS Pro9、いよいよ発売になりました。今回この動画では、CubeS Pro9 に追加された新機能ですね。このあたり、特に重要かと思うところをピックアップしてご紹介したいと思います。以前のですね、CubeS バージョン8からアップグレードをですね、お考えの方も多いと思います。で、この中でやはりちょっと心配なのが、環境設定なんかですね。このあたり大丈夫なのかといったところなんですけども、ショートカットを含めですね、こちら環境設定の状態はしっかり引き継いでいますので、 この点はですね、ご安心いただいて大丈夫かと思います。またですね、こちら c u b a s 9をインストールしたとしても、以前のバージョンこのように残りますので、万が一何かあった場合は、こちら旧バージョンでですね、立ち上げ直せるといったところも覚えておいていただけたらと思います。そして今回のアップグレードで最もご注意いただきたい点が、32bit のプラグインが一斉に廃止となっています。よってですね、64bit のプラグインのみが動作するといった形となっています。 多くのメーカーの製品はもう6 4ビットに対応していると思うんですけども、中にはですね、まだ3 2ビットにしか対応していないというプラグインをお使いの方は、この点をあらかじめ知っておく必要があります。またですね、こちら上メニューデバイス、そしてプラグインマネージャーですね、これを開きますと、この中にですね、ブラックリストという項目追加されていまして、3 2ビットのもので弾かれているものですね。そして6 4ビットなんですけども、何らかの理由でですね、うまく読み込まれなかったというプラグインが表示されます。 これを再度スキャンすることで使えるようになるケースもありますので、まず選択しますと、このように再アクティベートというものが出ます。これをクリックしていただきますと、スキャンが始まって、これが通った場合はですね、通常通りこちらのプラグインから使用できるという形となっています。それではですね、CubeS9 の新機能を見ていきましょう。まず一番ですね、目を引くのがこの下部分じゃないでしょうか。今ですね、選択されているこちらですね、ミリのイベントが別ウィンドウではなくてですね、人画面で表示できるようになりました。 またこれはですね、後に説明するミックスコンソール、そしてサンプラーコントロールだったりとかコードパッドですね。このあたりも同様に管理することができます。おそらく作曲の中で最も使用頻度が高いのがこちらキーエディターかと思うんですけども、今ですね、このようにプロジェクトのカーソルを動かしていくと、こんな感じですね。上部分が30小説明。しかし下部分はですね、固定されたままとなっています。この状態をリンクさせることができまして、それがですね、この左のリンクボタンですね。 これを点灯させておきますと、今ですね、選ばれているところが、上と下、完全にリンクします。またこのような、ズームなんかもすべてリンクされますので、非常に便利に使えるんじゃないかなと。この下部分はですね、こちらバツボタンで閉じることができるほか、上のですね、この部分からも表示と非表示を切り替えることができます。また作業を進めていく中でですね、このボタン、頻繁に使用していくことが予想されます。こういった場合ですね、ショートカットを割り当てておくと便利だと思います。上メニューのファイルからキーボードショートカットにアクセスします。 この下ゾーンを表示、非表示というものが、これに該当するものになります。ですので、ここにですね、ちょっとわかりやすいショートカットを割り当てておいて、こんな感じで作業の中でですね、簡単に切り替えて使っていくということをお勧めいたします。現在はですね、イベントをダブルクリックしますと、その情報が下に出てくるんですけども、これをですね、以前のバージョンのように別ウィンドウで開きたいという要望もあるかと思います。そういった時はですね、上メニューのこちら環境設定に行っていただきまして、このエディターという項目ですね、 この中央部分がそれに該当しまして、デフォルトではですね、下ゾーンで開くとなっています。これをですね、ウィンドウで開くの方に変えていただきますと、次回からはイベントをダブルクリックした際に、旧バージョンのようにですね、別ウィンドウで表示されます。そして次に、作業の中でですね、頻繁に使用していきます、こちらトランスポートなんですけども、これらの項目が下部分に配置されてですね、ここからもコントロールが行えるようになりました。よって今までのように、こう、作業を行っていて邪魔だから消すと。で、また必要な時に表示と。 というような必要がなくなりまして、簡単に下からコントロールが行えます。またこの部分に表示される項目は、右クリックを押すことによってカスタマイズ可能になっています。必要なものを選択しますと、こんな感じで出てきます。今すべてが表示される状態なんですけども、中にはですね、使わないという項目があれば、こちら外していくことでですね、こんな感じで見た目を簡略化できますので、さらに操作がですね、しやすくなるかと思います。これは新機能ではないんですけども、上部分もですね、同じようなカスタマイズができますので、 このあたりはですね、ご自身の作業スタイルに合わせてお選びいただけたらと思います。初期状態に戻したいという場合は、こちらデフォルトを選択しますと、購入した状態に戻るという仕組みになっています。次にですね、ミックスコンソールにも非常に嬉しい機能を追加されています。まずミックスコンソールは先ほど説明したように、この下ゾーンのミックスコンソールからも表示することができます。もちろんですね、通常通り、ウィンドウからも開くことができますので、このあたりはですね、作業の進み具合によって使いやすい方をご選択ください。 まず初期表示がこのようにボリュームパンなんかがメインになっているんですけども、このボタンからですね、インサートエフェクト、センドエフェクトを切り替えることができます。またですね、この一番上のボタンを点灯させておきますと、このようなですね、Q リンクの設定なんかも出てきます。今回ですね、新機能として非常にありがたいのが、アンドゥ r リドゥがつきました。それがですね、このボタンから行えます。今までのバージョンですと、このボリュームなんかはコマンド Z でですね、アンドゥが効かなかったんですけども、 このように簡単にですね、履歴を遡ることができるといったところですね。これはですね、プラグインを間違って消してしまったといった場合も簡単に戻すことができますので、非常に重宝する機能かと思います。そしてこのアンドゥーに対して注意点がありまして、例えばですね、このように間違ってイベントを消してしまったと。こういった場合ですね、Mac コマンド Z、Windows コントロール Z で一つ前に戻せたんですけども、このミックスコンソールのアンドゥーに関しては、この編集とは別になっています。 こちらですねショートカットがですね、ミックスコンソールの履歴というものが新たに追加されていまして、デフォルトの状態がオプション Z、そしてリドゥがですね、オプションシフト Z となっていますので、この履歴を戻したいときは Mac オプション Z、Windows Alt Z、そしてこっちのですね、編集履歴を戻したいときは今までのようにですね、コマンド Z、コントロール Z といったところが注意点となります。はい、といった形で c u b a s Pro 9の新機能解説ですね。 本当はこの動画一動画で終わらせようと思ったんですけどもちょっと長くなってしまいそうですので2つに分けることにします次回は新たにですね追加されたこちらのサンプラートラックなんかを詳しく見ていきたいと思いますといった形で今回の解説はこれで終わりますご視聴いただきありがとうございました「スリープフリークス」ではより多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけておりますこんな動画があると嬉しいこんな企画を開催してほしい この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますのでご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。